雨の中ね、お集まりいただいて紙芝居があんのかと思って紙芝居今日は始まり今日は金沢市の凱旋公園すげえ仕込んでる、ツアーやってきましてね、西は渋谷から東は渋谷まで渋谷だけなんだ渋谷で1、2回ライブやらせてもらってそれで駒込に帰ってきました、また皆さんに会えて嬉しいよ誰まあ、とりあえず改めて乾杯しますか。はい、乾杯。乾杯。何回乾杯するの？乾杯ってのは何回してもいいそうだよね。さあ、ちょっとね、今日は1曲目仕込んできてくださいね。ちょっと詰めてもらっていいですか。どうか、あ、見つらい、うん、あ、じゃあ移動しよう。ごめん、ちょっとあ、すいませんね。リサイタル中にここ大丈夫ですか。うん、誰か来たらちょっと聞いてもいいですか。胸の鼓動がドキドキしてる感じね。胸の鼓動がドキドキしてる感じね。今日はね、自分に言ってたから失敗したらやり直せばいいなと思って。そうだよ。あ、それカナちゃんのか。あ、ごめんね。はい、私のビールが今持っていかれてる。あ、俺もだ。すいません、邪魔しちゃいました。どうぞ続けてください。じゃあ、次の動画を撮ったからでも改めて、今日1曲目こういうのやってみようと思って。厚揚げ焼きね。厚揚げ箱がいいよね。今日ここでやることが決まったのって先週なんですよ。1週間でできるだけの準備をしようと思って、で曲上とか当てないように全部書いてきました。居酒屋水市のテーマ、さっきできました。何回か失敗するかもしれないけど、まあ気にしないで。じゃあ行ってみます。居酒屋水市のテーマ。ないですから。どういうテーマなの？楽しい。
中屋精神のテーマ、ぜひ作り立てなんですけどね。わかるかもしれないけど、第2章は刑事課で、ね、推進って曲ですけどね、元曲はね、数字9ってことですね。推進とか本当は数字9なんです。誰が突っ込んでくんないかなと思ったんですけどね。そんなわけでスタートしました、金沢市凱旋公演ですけども、はい、次はまあ、なんでしょうね、なんか、やたらですけど、素人なんでね、まともな人はあんま期待しないですよ、プロです。次はね、ハードロックの王道をちょっとやってみます。これわかりますかね。混んでる。これ僕が大好きな。エドワード・ファン・ヘイデン、ジャンプしてますよね。ジャンプって曲だからって本当ジャンプって言ったもんじゃないんだけど、彼本当大好きなんですけどね、ご存知ない方のためにちょっと説明しますね。若い頃はこんな顔でした。可愛いでしょ。ちょっとね、野村の幼稚園に似てるって言われてたからね。本当ね、この頃大好きだったんですけどね、これ若い頃なんですよ。今ね、だいぶ顔が変わりましてね。今ね、見たくね。こんなんですよ。違うね。だいぶお証明したんですけど、彼のね、曲で、やる曲は、Fan It's Love。これ、バンヘイゼンのバラード曲なんですけど、これはまあ、一人で弾けるように、シンセパーツとかがいったら、ちょっとアレンジしてやってみようと思います。歌詞忘れ気がするけど、まあ英語だから分かんないでしょ。はい、うん、まあ先に英語の詞なんでね、軽く大丈夫、見えないから大丈夫。あ、見えないですか。こういう詞が出てくるんですけどね、その中でね、いろいろ説明しようと思ったんですけど、そうそう、ここポイントでね、突っ込んだ方がいいかなと思って、ね、曲がね、用意してる少ないんでね、こうやって伸ばして、ね、ここはね、好きなフレーズでね、 We think aboutDon't talk much about this. This thing is out of control. Oh. この out of control のところだね。なんだろう、ちょっとこじつけていいかもしれないけど、今回のね、原発の事故とか、ちょっとね、思い出したんですよ、この写真で。私たちはね、考えてるんだけど、あんまり話し合わないよね、とね。それがコントロール不能になるまで。こういう詩が出る。基本的には恋愛のことを歌ってるんだけど、でも物事なんでもない。手に負えなくなるまで思ってるけど口に出さないよねみたいな、そういうことを歌ってる。あと後半の歌詞でこういうのがあって、ここが好きなんですよ。Teach you your final love lesson。最後のラブラッスンとかね、受けてみたいよね。そういうこと。そういう感じの詩なんでね、一つよろしくお願いします。じゃあ、バンヘイレンの権利するお金沢シュンリバーグ聞きたいと思います。よかった、釣ったのがシュンリビで、それがいい。全然緊張しますと頭から聞いてる。聞こえない方がいたら手挙げてください。全然聞こえないか。2号Get out of control. How do I know?
Thank you.
辛い修行を乗り越えて、辛い修行。ま
ね、その、荒波大きくうねる日本海を乗り越えてやってきました、駒込の水深、じゃあゲイリームーア、のインスト曲でやってみようかな。ゲイリームーアのザ・ルーナどうなんかな、あのトドクサっていうような曲なんですけどね、もともとゲイリームーアが作った曲じゃなくて、ある人が全然ゆっくり止まんない、聞いてもらおうと思って、止まんなくなって、いやお前少し休めジェイン・ベック向けに作った曲なんだけど、ジェイン・ベックが弾いてくれなかったんで、なんだかゲイリー・ムーアが弾いてるっていう、そういう曲なんですけどね、そういう口情報はあまり興味ないと思うんですけど、まあいいや、やってみますか。イエーイ、ね、
一角にちょっとこういう、なんだろう、メタル系ない、今メロディーがメタル演歌な感じですけど、次ドメタルな感じでちょっと一曲やって、これで一部をしようと思います。さっき出したの忘れてください。実はですね、これからやる曲が、なんだっけ、恐怖のビール地獄あれみたいな、ロックで、そう、ロックですよ、あ、そっちのロックあ、そっちのロック、あっちもこっちもロックじゃあ、どうしよう、ちょっと心臓をまた落ち着かせていいですか。これね、今日のために買ったスケッチブックじゃなくて、普通に絵描いてたんですよね。こういうの描いたんだけど、ページめくるとね、ページめくるとなんかこんな絵が描いてあったんですよ。真面目に意外と真面目に描いてた。見てね、これくらいの石膏像だから、1、2回描いて終わっちゃったけど。で、次の曲なんですけどね、さっき考えたみたいなもんなんで、やっぱりね、決まってないですね。こんな、ちょっと、こんな音なんですよ。そういう曲じゃないんですよ。それ20世紀少年とか。うん。そうですか。極力頭に悪そうな感じでやってみたいと思います。今日のビール地獄、さっきまで地獄のビアガーデンの曲名だったんですけどな。いや、頭悪そうな感じだね。でしょ。いいね。こんなもんじゃないよ。エガチラが出ないじゃないよ。来たんだけど。頭の悪そうなギターソロから始めますよ。ホップが効いてて。
Спасибо.